はい、第一視点、在労できない、ね、あのメンバーの、ご紹介をさせていただいております。こちらは、タテベさんですね、サオリ・ルイズ・タテベというあの英語表記の名前で活動されていますね。イギリス生まれの方なんですよね。こちらになりますね。ハンプシャー州ですか。どこでしょう。場所は分かりません。こうずっと一貫して命、そして命をね育む母体みたいなものをこう象徴的にこう描いて、これだからトルソなんですよね。女性のトルソ。トルソっていうのはだいたい首から下の胴体のことを言うんですけれども、その表現はいろいろなんですけれども、常にこの塔でね、セラミックでできた、粘土でできたこう塔の、こう女性の体、トルソがこうついてありますよね。こういうのもね、タイトルをこう見ると贈り物っていうことで、やっぱりその、ね、赤ちゃんと母親みたいなものがねテーマになってるんだと思います。こちらもそうですよね。こちらももうすぐ会えるっていうタイトルなので、何かねそういう受胎みたいなことを表現しているんだと思います。でこちら2点はねセミなんですよね。あの背中が割れているので、始まりの時明日へということですが、あの新しいね、あの変態をする、あの形を変えていくところなのか、変えた後なのか、ちょっとご本人に聞いてみないと分かんないですけども、やはりそれもね命を紡いでいくっていうようなことがテーマになっていますね。こちらはね大きい、あのとかこちらと同じサイズなんですけども、こちらもトルソ、あなたの元へ命に包まれてということなので、あのこうねその赤ちゃんがこうできていくみたいな、それでご両親のところに行きますよみたいな、こう優しい感じの作品ですね。はい、この動画ではサオリ・ルイズ・タテベさんの作品を紹介いたしました。